こんにちは、琴藤です。琴藤の勝負飯、今日は大阪場所編でございます。今日はですね、名古屋場所編と違いまして、焼肉屋さんなんですけども、私がよく行った焼肉屋さん3店舗、1番2番3番とありますけども、順を追ってご紹介をしたいと思います。ですが、その前に大阪場所中普段の生活の中で私がよく行っていた勝負飯に近い場所をちょっと紹介したいと思います。大阪市の大正区にうちの部屋はあったんですけども、部屋の近くの商店街がございまして、そこに肉の柳井というお肉屋さんがあったんですけども、そこの柳井さんにですね、だいぶお世話になりまして、稽古終わりましたらですね、そこの柳井さんのところに遊びに行くんですけども、そしたらですね、富士飯食うたかって声をかけていただいて、そこにおばあちゃんいるんですけども、そのおばあちゃんがまた優しいおばあちゃんでですね、本当ににこやかにですね、富士山飯食うたかって、みんなご飯のこと心配してくれてですね、マー君に美味しいもん作ってもらいやとか、マー君っていうのは、柳井正夫というんで、マー君と呼ばれてたみたいです、お母さんからはですね。そしたらですね、その柳井さんがですね、じゃあ富士ちょっと待っときっつって、今手際焼いてあるわって言って、自分のお店のですね、よっしゃこれでええわって、パーッとちょっと 200g ぐらいちょっと切っていただいてですね、柳井さんすぐそのステーキ焼いてくれて、そういうお肉をいただいたんですけど、その後ですね、商店街のすぐ横にですね、横山っていう、喫茶店があったんですけども、そこで柳井さんも行かれるということでですね、いつもそのコーヒーチケットが置いてあってですね、富士わしがおらん時でもコーヒーチケットでもうコーヒー飲んでええよみたいな感じで、私も喫茶店好きなもんですから、喫茶店寄ってですね、そこでコーヒー飲んで、マスターがチーズケーキなんか出してくれて、そのチーズケーキは手作りなんですね。もう非常に真心のこもったチーズケーキで美味しかったですね。これも柳井さんのおかげなんですけども、でその柳井さんネタで言うと、もう一つですね、近くにですね、コウハチっていうお好み屋さんがあったんです。で、初め、まだ僕が若い種の頃だったんですね。でわしの知ってるお好み焼き屋があるからちょっと行こうやって言って連れてってもらったところが、コウハチというお好み焼き屋さんなんですけど、当時はですね、そのお好み焼き屋さんのそのイメージっていうとですね、豚玉だとかイカ玉だとか、鉄板焼きなんですけどもね。で、初めて連れてってもらった時に、そこにデラックスお好みっていうのがありまして、それが3500円とか、ものによっては5000円ぐらいのお好み焼き、それなぜかっていうとですね、ステーキが間に挟んでるとかですね、そういうようなちょっと高級なお好み焼きも置いてあるっていうのを初めて知ったお好み焼き屋さんでですね、そこで柳井さん連れてってもらって、富士何でも好きなもん頼みやって言われてて、いやいやそのこと言われてもつって、で、柳井さん何しますかつって、で柳井さん、わしはあれや、牡蠣のバター炒めやつって、で、牡蠣ですね、新鮮な魚介類も置いてまして、もうそれの海鮮焼きですね、本当それも美味しくてですね、一通りそういうお好みを食べたその何日か後ですね、他にも、メニューを見てですね、焼きそばがあったんですね。で、それがもうなんていうか、その焼きそばとの出会いですね。ものすごいその焼きそばが美味しくてですね、太麺ですね、やっぱりね、そのお好み焼き屋さんの焼きそばっていう感じで、で、それは関東にもないですね、今までその僕が食べてた焼きそばとまたちょっと一風変わったっていうかですね、本当のもうそのソースの味から何から太麺で本当に美味しかったですね。でもそれで僕はもうその小八さん行って、お好みじゃなくて焼きそばだけ食べにもうそこの小八行ったんですけど、だいたいそういうふうに通っているうちにですね、どん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 その部屋の方にも広がって、最終的にはですね、うちの師匠も、部屋好きの親方の、秀乃山親方なんかも、通うようになってですね、だから、どっか大阪場所で、どっか遊びに行った、帰って夜にちょっと覗くとですね、部屋の誰かがいるっていうような状態までに、なっちゃいましたね。で、うちのその中で床山さんのね、床里さんっていう方いらっしゃったんですけど、安田さんって言って、やっちゃんなんかですね、もう毎日もう通っちゃってですね、もうその焼きそばがやっぱり美味しいもんですからね。で、やっちゃんはまた食べ方がですね、
卵をいただいてです。卵、溶いた卵に絡めてこうやって食べてる。まあおかげさまでやっちゃうもんですね。もうその大阪場所だけこんなブク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 太っちゃってですね。まあそんなことがありましたね。やっぱりさすが大阪は食い倒れということでですね、まあ、講演会の方にいろいろ連れてっていただいたんですけども、まあ、フグで言えば、まあ、南の一力さん。一力さんの、まあ、やっぱフグなんかは、まあ、有名店ですからね、非常に美味しゅうございます。で、その中においてですね、まあ、最後に雑炊を食べるんですけども、まあ、雑炊、まあ、なんかもう知ったかぶりでですね、その残ったスープにですね、まあ、ご飯入れました。で、卵を溶いてこうやって入れるんですけども、その時に、まあ、その一力のもう大将親さんがですね、まあ、直々に作ってくれるわけなんですけども、まあ、私が知ったかぶりにかばしてこうやって、まあ、卵を溶いてたら、あ、そんなかき混ぜたらあかんって言われてですね、え、そういうもんなんですかって、もう卵はもうそんなかき混ぜたらあかんって、もう切るようにして、あんまりかき混ぜたら甘みがなくなるって言われて、雑炊の作り方も教わったりしました。で、まだ私の若かりし頃ですね、まあ、これも講演会の方に連れてってもらったんですけど、元力士がやられてたちゃんこ屋さんで、ハジさんっていうお店があったんですけども、まあその時はもう本当予約が取れないぐらいもう繁盛店でしてね、そこで初めて、まあ、お宮にですね、横綱巻きっていうその太巻きをいただいたんですけども、まあその太巻きの豪華さって言ったらもうすごかったですね。もう中にですね、もういくらから何から何までいっぱい入ってですね、こんなに太いのをこうやって切って、まあ、値段もちょっと高かったんですけども、まあ、お土産でいただいたもんですから、もう非常にありがたくいただきました。まあ、それとですね、まあ、ちょっと偉くなってですね、偉そうに、まあ、新地かなんか、まあ、飲みに連れてってもらったりしたんですけども、まあ、その時に新地で行ってた萌えっていうそのクラブがあったんです。まあ、そこで黒服してた方が萌えさんを辞めてからですね、餃子屋さんを始めたんですね。で、その餃子が今もう人気のですね、天天、まあ、大阪の人だったらですね、まあ、よくご存知かと思うんですけども、天天という餃子を始めまして、まあ、それ本当に、まあ、ちっちゃいね、この餃子なんですけどもね、非常に美味しいです。お土産でいっぱい売られてますね。で、やっぱりうそうそしてね、夜中歩いて、ほっつき歩いてですね、私のことですから、うちの部屋が大正区で、私はもう北だ南だって遊びに行くんですけども、その帰り道にわざわざそのタクシー乗ってですね、西区の、北堀江っていうところですね、まあそこにですね、もう今はないんですけども、ラーメン青葉さんっていうお店がございまして、まあそこも一番初めはね連れて行ってもらったんですけども、まず一番初めに連れて行ってもらった人に聞くところ、まあここのラーメンはほんまうまいけどな、もうおやさんがもう変更やねん、もうせやから富士もな、行ったらもう黙っときやっつって、もう変更でへそ曲げたら作ってくれへんとっつって、もう待ってるお客さんでも返し寄るからなみたいなことを言って、そんなお店あっていいんですかみたいな感じで行ったんですけど、確かにそのラーメンが、まあ、細麺とですね、まあ、醤油ラーメンで細麺で、まあ、非常に美味しいで、まあ、チンゲン菜、まあ、青葉っていう名前ですからね、青物の野菜、まあ、そこで有名なのは、まあ、トロットロの、まあ、角煮ラーメンなんですけども、私はまあシンプルなのが好きなんで、まあ、角煮ラーメンじゃなくて普通のラーメンをいただいたんですけども、まあ、そこは細麺で、まあ、醤油味で非常になんていうか、もう本当にまあシンプルなお味で本当に美味しい、まあ、癖になりますね。どっか出かけた後に、まあ、夜中までやってるもんですから、やっぱりそこを癖で寄っちゃいました。そんなようなお店でしたね。今はないのは本当に残念です。話は前後しましたけども、うちの部屋の宿舎はまあ大正区ってまあ何度も申し上げてるんですけども、そこのまあ商店街の角っこですね、番所っていううどん屋さんがあったんですけども、まあ、そこの番所さんもまあうちの部屋に用してくれましてですね、もう私なんかもですね、ちょっと小腹が空くともうそこに寄ってですね、うどんを食べるんですけども、まあ、そこのうどんがですね、細と太とございまして、あとあいかけとうどんとそばとこういうふうにざるに持ってあったりですね、まあおにぎりも美味しいですし、新しいまあメニューでぶっかけっていうのがございまして、それをですね、まあ、熱々のぶっかけなのか冷たいぶっかけなのかとか、でいつも愛想よく迎えてくれてですね、まあ用意していただきました、ありがとうございます。
でまた今そこの番所さんも今は残念ながら閉店されて違うお店になってましたね。はい、ということでですね、大阪といえばですね、私どうしても思い出があるのが焼肉でございます。今日はですね、趣向を変えましてですね、私がよく行った大阪の勝負飯焼肉屋3店舗をご紹介したいと思います。これは1位2位3位っていう意味じゃなくて3店舗って、まあそういう甲乙つけがたい3店舗なのでよろしくお願いいたします。まずは3からですね、海南亭、上野区に海南亭っていうのがございまして、まあ、当時これもまあ連れて行ってもらった焼肉屋さんなんですけども、まあ、ここで衝撃受けたのはですね、ここに連れてきてもらった社長さんが頼んでたのが、まあ、タン、まあ、牛タンなんですけども、それをですね、まあ、軽く焼き上がった後に、まあ、ニンニク、生のニンニクスライスしたのですね、上に乗せてそれで食べる、まあ、レモン汁かなんかつけてですね、で、まあ、それを非常に好んで食べられていましたけど、まあ、それをまあ真似してちょっと食べたんですけど、もう本当にもうとろけるとはね、このことを言うんじゃないかなっていうぐらい本当に美味しかったですね。でお肉、まあ、ロースもカルビも、まあ、ホルモンも全部美味しいんですけども、特におすすめされたのがですね、しれぎスープっていうのがございまして、もう本当にもう何時間煮込んだのっていうぐらい、もうドロッドロにですね、まあ、野菜とかがね、もう全部エキスが入ったような、そのしれぎスープですね。そのしれぎスープと白ご飯で、もうそのお店の方に教わった食べ方がですね、ご飯をすくって浸して食べる、ご飯を取って浸して食べる、本当にこれはですね、もうご飯もう3杯4杯5杯もうそのぐらい、もうスープもおかわりするぐらい本当に美味しかったですね。海南亭のしれぎスープ、今あるかどうかは分かりません。はい、2番目にですね、鶴市、まあ、鶴市さんも、まあ、本当に有名ですね。鶴橋の有名店です。でも私が言うこの鶴市さんっていうのはですね、西成の方にある、西成区にある鶴市さんなんです。でこの鶴市さんの、大将はですね、まあ鶴橋の鶴市さんとのご兄弟らしいんです。まあそれはあの鶴市さんから聞いたんですけども、あの兄弟で、あれはなんか弟だか兄貴だかやっているお店だと。でまあその西成の方でこの鶴市っていうお店をね、やってらっしゃるんですけども、まあここのお店もですね、まあ、煙の匂いが気にならないような服装で入る。っていうようなことでですね、まあ、煙もうもうのお店なんですけども、まあ、ここのお店はですね、まあ、知る人ぞ知る、まあ、隠れた、もう隠れ焼肉みたいなところでですね、まあ、東京とか、まあ、全国各地からですね、鶴橋の鶴市じゃなくて西成の鶴市を目指してくるお客様が多いということなんですね。で、まあ、ここはですね、本当にもうお肉なんかでも本当に美味しいんですけども、ホルモン系も非常にしっかりと充実していて、もう赤線からもう名前聞いた時ないウルテだとか、まあ、当時はもう全然名前聞いた時ないね、そのホルモンのその部位のもうダーッとメニューに書いてありますから、まあ、それ頼んでですね、まあ、それ食べたんですけども、であとですね、ビビンバですね、ビビンバなんかでも食べ方を教わったんですけども、今までその焼肉をつけて食べたその残ったタレをですね、そのビビンバの上にかけてよくまぶして食べる、こういう食べ方を教わったんですけど、またそれが本当に美味ですね。まあ、一度まだございますので、もし、これを聞いている方がいらっしゃったら一回試してみてください。絶対損はさせません。はい、私が大阪場所勝負飯一番に挙げるのはですね、ドラ。うちの部屋が大正区、隣が港区で、港区にあるドラという焼肉屋さんなんですけども、まあ、ここはですね、ここのドラさん
ていう、まあまあここもまあ知る人ぞ知る焼肉屋さんなんですけども、ここの何がいいかっていう、ハラミで、まあ僕が行った時はその焼肉屋っていうその概念がですね、まあ大体カルビ、ロース、ようやくタンが出始めたっていうような時代だったんですね。でハラミなんて部位はあんまり聞いた時なかった。だけど、このドラさんでそのハラミを、初めて食べさせていただいた時に、本当にもうそのもう頭に衝撃を受けて雷落ちたようなですね、まあ衝撃を受けました。でこのハラミをですね、まあ、食べるんですけども、やっぱりその私らその量が多いもんですから、じゃあハラミ、まあ、何人かで若い衆と行って、まあ、2、3人で行くんですけども、じゃあハラミを5人前頼みました。美味しいもんですからおかわりします。でそしたら、じゃあもう5人前お願いしますって言ったら、すいません、もうないですわって言われるんですね。まあそんだけそのハラミを仕入れるのが困難な部位だったんですね。それはなぜかっていうとですね、本当に美味しいハラミしか仕入れなかったからですね。本当はまあいろいろそのドラさんはこの焼肉屋さんではあまり5人前だ10人前だって頼ませないらしいんですよ。広くお客様に食べていただきたいがためにバランスよくですね注文してくれるように頼んでたらしいです。まあ、だけど、まあ、僕らが言ったらですね、量が多くても嫌な顔しないで、お出ししていただいたんですね。まあそれからというものはですね、行く前には1本電話くださいみたいなことを言われてですね、まあそれから、まあ、ことうじですけどお願いしますって、分かりましたみたいな感じで、まあ、10人前20人前、まあ、ハラミ頼んでもですね、大丈夫なようになりました。でそのハラミがですね、まあ、だんだんカスタマイズして、まあ、私らはですね、タレと、まあ、テーブルにニンニクが置いてあるんですね。でそのニンニクとタレをですね、ちょっと軽くこうやって漬け込むんじゃないですけどもね、もうペタペタとくっつけて、でそれで焼いたら、もうそれで食べたらもっと美味しくてですね、もうこれ本当に大変でしたね。でまあハラミを食べた後ですね、いつもそこの締めはですね、私あのわかめ卵スープ、わかめスープ卵スープってメニューにあるんですけども、大体どっちかなんですよ。だけど私の場合はわかめ卵スープを無理やりお願いしてですね、わかめ卵スープを作っていただいて、まあ、それでご飯で、それで締めたわけですけど、まあ本当に美味しかったですね。はい、そういうわけでですね、私の大阪場所の勝負飯、こういうような、まあ、焼肉3店舗といろいろご紹介いたしましたけども、こういう美味しいものをいただいたおかげで、私なんと大阪場所では1回も負け越したことがございません。そんなような勝負飯大阪場所でした。今日はここまで。グラシアス。